こんばんは。視力悪くなったかな。こんばんは。わん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 。あ。こんばんは。ちょっと一瞬テレビつけますね。音鳴っちゃったらどうしよう。消音を操作。あ、ね、喋らないで。OK。電波が悪いのかな。間違えた。お久しぶりです。こんばんは。期末テストはでも今週来週って感じです。でもまず一番初めにノートを書かないといけないやつがあるので、それを終わらせねばって感じです。多分そんな感じです。めっちゃ書いてる。これは昨日ずっと書いてた無心で。ブンブンブンやってるね今。そう、ノート大事なんですけど、ノート書こうと思って、でも歴史なんですよこれ。歴史すごい苦手で、はあ苦手だ。ノート書くのも苦手だし、ほんとしかも、なんかこの歴史の、あうち。なんか歴史の、そう、なんか、単位を取るために取った授業って感じなんで、私にはあんまり必要のないことだけど。なので今日は本当に
暇な人は見ててください。ひたすら書いてる。はい、抽象的、抽象的、パソコンを今起動させてるんですけど全然起動しなくてクレイジーなんで。 8% ってなんかパソコンは数回起動再起動しますって書いてあって、なんで数回再起動するの。嫌いですパソコンは。今嫌いなことをしてる。ノートを書きながらパソコンをつけてる。そんな配信です。はあ、本当に書くのが嫌い。数分クレジ時間めっちゃかかるやん。でもなんかこの今やってる歴史のやつはなんか小学校でもやったかなっていうくらいの記憶の、なんか本当に 初期基本な歴史なんですけど、本当に無理すぎてわからない。でも本当にこれは取れるらしいので、これ取れなかったら相当やばいやつなんだと思う。私なんか天皇のやつやってる。中学かな。日本国民の地学の勉強しなきゃ。嫌いなんですよ本当に。なんかショールームをやることによって私ノート書けるんじゃないかと思って、無心にならないと本当に書けないっていうか書く気にならなくて。ショールームはだってファンの皆さんが見てるんで、書かないとサボってるのバレちゃう。ノート書くの。ここまで来たよ。意外と書くの早いかもしれない。昨日を
からない。かおちゃんサイリウム2本です。わお、めっちゃあるやん。いやいや、本当に疲れた。書くことに。もっと早く言ってくれたら、もっと早く始めれたのに。ね。くじに関する日本語がわからないからさ、意味がわからない。くじって何かもわからない。漢文とか超苦手だったの。古文は好きだったけど、古文は本当にね、なんかね、謎にすごい覚えてた。高校生の時。もう忘れたけど。あ、整形私も苦手。なんか私わかんないんですよね、整形と公民とか歴史とかの違い。地理はさすがにわかるけど、過去のことを覚えるってなったら歴史じゃないですか。株とかは正規か。分かってるのかな。なんか分かんないんですよね。なんか公民と正規の違いが本当に分からない。分ける意味。数学と算数みたいな感じなのかな。あー、やっぱそういう感じなんですか、算数と数学みたいな。いや、もう本当に無心でね、必要そうなところを書いてるから大丈夫。暗記はさすがに配信しながらちょっと厳しいものがあるかもしれないけど、いや逆にでも暗記できるのかな、そっちの方が。ファンの皆さんと一緒に暗記しちゃえば、ファンの皆さんも詳しくなるかもしれないし。地学だけど今やってるのは歴史。のが
否認されるので、字が本当に汚い。ることは行えない。最近また白くなった。白くなりました。顔が白いのかな。そんなことはない。好きなアイスはいちごミルク。ほうが眠い。冷やし中華の CM。 あ、うどんだ。冷やし中華って食べれないんですよ。なんでキュウリ入れるんだ。なんでキュウリ入れるんだ。キュウリって中華？好きなユーチューバーは足が痛い。足が痛い。あ見たい。待って、見たいけど見れない。フライングゲットやってるのに。待って、メガネどこやった。あった。見たい。見ていいですか。メガネかけるね。急上昇してる。衣装かわいい。めっちゃかわいい。あ、あかりさんだ。すごい。社交ダンスやばいね。やばいですね。無音で見てるから何の曲を踊ってるのかがよくわからない。フライングゲットですか。フランゲットだ感想だったのかな。あ、ルンさんだ。え、映ったよね。ルンさんだよね。ルンさん、すごい。
です。見終わりました。にゃん。好きな好きな曲は、宙返り時計とかかな。リリリリリンリリンリリンリリリリリリン。バラド系が好きなのかも。違うな。すがる時はバラ時計じゃないか。十年桜好きです。際のよしクッキング。ありがとうございます。メガネはね、ちょっといろいろ反射しちゃうんで。10円ピンポン。送る、返す。あ、書かなきゃ。あ、フィンランドミラクルいいよね。フィンランドの湖には、どこ書いてたっけ私。ここだ。恋が叶うレジェンドがあるって聞いた。そう振り向かせる女神様が眠ってるらしい。世界中の誰もが手に入れたくなる氷に覆われた奇跡。なんだっけ、浜辺で水面を見つめそうとつぶやく歌うとダメですね。でも大丈夫。このノート試験が終わったら森へ返すから。いや、森へ返せないかもしれない。二酸化炭素が生まれる。違うわ。痛い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 。なんか最近ずっと右足が痛くて、なんでですかね。成長してるのかもしれない。これオフショルなのかな、わかんない。ティ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 リティリリ、ほんの一秒くらい目が合うだけで気まぐれたっていい。ティティリティティリティティリ、読まない国家の。書いた方がいいのかな、これは。書くか。厚い雲の切れ間差し込む日で愛を溶かしてほしい。フィンランドミラクル、フィンランフィンランミラクル、フィンランドミラクル。実質的。今日からダイエットするね、頑張るね。何回言うんだか。でも本当にちょっと頑張ろうって思ったの、本当に。
普通に育ってきすぎた？なんかダイエットじゃないな、私がするのは。綺麗になるね。ダイエットすることが綺麗になるとは限らないしね。綺麗になるね。ちょっと女子力を上げなきゃって思った。女子力と、なんだろう、芸能力わかりますか？なんか私がしたいこと、なんか一般人すぎるなって思うんですよ私。やっぱ19年間一般人として生きてきてると、やっぱり一般人なんですよ。洗練された一般人というか、それが普通でやってきてたから、なんだろう、もうちょっとなんか、なんだろう、オーラがあるようになりたいなって思うんですよね。そこが良いところでもあるんですか、芋っぽさ。生まれながらの目力はもう無理です。クロワッサンだから。これ書いた方がいいのかな。書こうか。ハンゲと僕は左すぎに、目力欲しいよ本当に。サンタさんに頼もう。今年は目力が欲しいです。私はね、ちっちゃい時にね、クロワッサンじゃない、サンタさんがね、お母さん、いや、サンタさんがすごい身近にいるかもしれないっていうことを思ったんですよ。割と早い段階で。お姉ちゃんがいるとやっぱり気づくのも、気づく？お姉ちゃんがいるとやっぱり、なんだろう、サンタさんについて考える部分があるというか、まあ、周りの情報も得つつ、もしかしたら一つ屋根の下にいるかもしれないっていう、なんか幼いながらにして思ったことがあったんですよ。でお母さんに聞いたんですよ、サンタさんに土踏まず頼もうかなって。なんかなんて返されたかわかんないけど、実際に土踏まずが欲しいですってお願いしたことがなくて、そう、私さっき何が欲しいって言ったっけ、やばい、もう本当に終わってる、ノート書いてるから考えられない。もう本当にすごく今日は内容のない話をしてる、ノートを書いてるだけのショールームなので、本当に暇な人だけ見てください。コメントもあんまり読めなかったりするので、ちょっと読んでほしい、読んでほしい、読んで読んでっていう人はちょっと今日読めないかもしれないから、ちょっと本当に、空っぽな、まあ、いつもそうなんですけど空っぽな話をしてるだけなんで。私さっき何が欲しいって言ったっけ、
土踏まずの前に何が欲しいったっけ、なんで土踏まずになったんだっけ、何が欲しいって言ったっけ、ちょっと頑張って思い出すね。手に入れられるものじゃないやつだった気がする。腹筋、あ、目力、目力、目力か、そうだった、そう、そうなんですよ。でも目力は意外とメイクとかでも出せるものなのかな。でもあんまりなんか目のメイク濃くするとやばいんですよ私。でもいつも濃いか。でも本当に土踏まずが欲しいってもう何年ぐらい経つんだろう、ずっと思ってる。でもホラー映画の見過ぎで多分一回何回か言ったことあると思うんですけど、土踏まずの皮膚がもしクリスマスイブが終わった次の日にめっちゃえぐり取られてたらなんか嫌だなっていう。ホラー飲みすぎなんですけど、これは本当に。怖いですよね。えぐり取られてたら痛くて起きるって。っていうことをよく考えてしまうんです最近。本当にホラー映画に影響されやすいです。なんか夜とかでもそう、車両に、電車の車両に人が少なかったらこれはもしかして生きてる人間がたどり着かない駅に着くんじゃないんだろうかとかすごい考えちゃう。お仕事でホテルに一人部屋で泊まった時になんか壁をどん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 叩く音が聞こえるんじゃないだろうかとか。最近一人暮らしのこの家でもなんか思うんですよ。お風呂出た後にここのドアを開けたら人が立ってるんじゃないだろうかとかめっちゃ考えちゃう。特に何もないんですけど、これ書く必要あったかな。いいか、はあ、足がしびれてる。ああ、役割、役割ってどういう意味ですか？機能は書いたけど、役割、役割ってなんだろう。日本語の意味が分かんない。役割って何ですか？歴史です。
ブン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 。いやでもショールーム始まってここまで書いた、意外と時間かけすぎ。そんなことはない、そんなことはない。2時間でこれしか書けない人なので、私なんか分かんなくて書けないんですよ。なんか書き写すだったらもっと早く書けるかもしれないけど。役割って何ですか？天皇制の役割、象徴されること。まあいっかそれで象徴されることですよね。日本国の象徴となること。まあいいやそれで、いいやいいや。そして次行こう。足が足入れた。本当に日本語が意味わからないから嫌いです。多分なんだろう、ちっちゃい頃に身近におばあちゃんとか大人の人がすごいいたりしたら日本語に強くなってたと思うんですけど、いるじゃないですか、なんか中学生なのになんでそんな世間的な知識あるのっていう子供とかいるじゃないですか。ちょっと憧れる。国会、国会ニュースになった。そう、一緒には過ごしてなかったんです。本読んでると、あ、昔からあれだったんですよ私、なんかホラーとかミステリー、ミノとかなえさんの本が好きでした。最近読むことなくなっちゃったけど、携帯でね、もうなんか読める世代じゃない、時代になっちゃったんで、そういうとこですよね、時代の流れって怖い。多分きっと何ですかね、でも分かんない。現代の人は携帯で読めるじゃんって言うけど、多分昔の人とかはその紙の本を読むからこそ成長につながるんだよみたいな、目が悪くなることには変わりはなさそうなんですけど。あ、辞書わかる。昔っていうか、なんか大人の人は紙辞書で現代の人は電子辞書って感じ。どっちでも意味を理解しなきゃ意味ないじゃんって思うんですけど、私意味理解できないので。本当に理解する能力が乏しいです。理解力が本当に乏しい。でもなんか人が言いたいこととかは割と理解できる方だと思ってるんですけど、たまに理解できないけど。
汲み取る。まあいいや、憲法が足がしびれております。眠たいで、字を見ると眠くなっちゃう。日本語って難しいね。43条。パソコンは今 46% で。これ歴史ですよ。意味は理解しにくいって書いてある。これじゃあ理解できないよ私に。やだよもう。歴史は本当に嫌だ。国会の役割とは、国会の役割って何ですか？こういうやつ？ちゃうな。そうですか。司法、立法みたいなやつ。それは違います。三権分立って何ですか？
強制。いやー、わかんない。わからないよ。どうしたら理解ができるんだろう。理解はしなくていいや。はあ。お疲れモード。足がしびれた。苦手すぎて本当に。いつの日か書いたはずのノートが消えたんですよ。私いつの日にか大人になったんだ。あと痛い、しびれて痛い。痛いよ。あ、なんでこうしびれるんだろう人の足って。動物もしびれてるのかな。ゾウとかしびれたら絶対やばくない？ドゥンってきそう。しびれとる足が。魚ってしびれるのかな。血流とかあんま関係なさそうじゃないですか魚って。クジラとかしびれるのかな。どうやってしびれるんだろう。クジラ寝るときって水中で寝るんですか。海底で寝るのかな。魚しびれないんだとちょっとずるいですよね。痛いよ。血流が。あ、クジラです。クジラです。抱っこしてるの。犬はしびれそう足。クジラをここに置いとけばしびれないわ。よっきー。今日終わらせたい。服。国会の機能って何ですか。国会は立法なんですね。内閣が
行政とかですか？わかんないや。そういうなんていうんですか、分担してる的な感じですか？お、合ってるって書いてある。勘で言ったのに。へえ。もう一個は司法。司法はどこですか？司法は特にみたいな、好きな人やっとってみたいな感じですか？裁判所、あーあー、裁判所っぽいぽいやぽい。じゃあこれは国会は国権の最高機関であるっていうのは必要ですかね。総括機関説、機関車みたいな名前だ。ここに書いてあった、内閣が行政、裁判所のが司法。異なりって書いてあるよ。国会の活動は立法に限られるわけじゃないって書いてあるよ。なんだよ、本当に止まってるんです。なんかね、理系ってね、あれなんですよ。理系科目は結構もう何やってんだろうって感じのことやってるんですけど、そう、理系のね、文系科目はね、もうゆるゆるです。理系の基礎の数学からもはや分かんなかったですもん、私。なぜだろう、使わないからですかね。これは本当にわかんない、私。高校の時の日本史の授業があったんですよ。日本史と世界史、好きな方取れるってあって、で私カタカナ絶対覚えられないと思って日本史を選んだんですよ。そしたら日本史全然いなくて、で20人ぐらいで受けてて、テストの成績順で日本史の点数が良かった人から後ろの席だったんですけど、悪い人は前の席ってなってて、ビリを2人で争ってました。日本史の何、日本史選んだんだろう。
だからずっと前だった。1年間かな、半年かな、1年間かな。そう、前でした。日本酒は本当にダメだからね、もはや勉強してなかったんですよ、日本酒は。言い訳です。だから知らない、知らない、使わない、そう言い聞かせて生きてきた。楽をなった。総括期関節って何ですか。いや、でも最近本当にね、脳が追いついていけないの。1時間やってる。あー、なんかやったことある気がする。自配信見ないで。はあ、遊びたいな。ジェットコースターとか乗りたい、すごく。
書いてる音好き。音フェチですか？私声だな。はあ、間違えた。声フェチ。声フェチってあるのかな。声だな。あー間違えた。テレビついてるけど見えないです。チカチカしてる。コンタクトしてないから全然見えなくて、近い距離は見えるんですけどちょっと遠いと見えない。あやったわ。でも目細めるの良くないって言いますよね。目が悪くなるのは筋肉、目の筋肉がなんたらって聞きました。硬くなるんだっけ。
局あれだわ、私が何を話してたのかも記憶にないわ。はあ、眠たいよ。そうめん食べたい。今日そうめん食べよう。そうめん、そうめん。そうめんって美味しいよね。結局さ、国会の役割ってなんだろう。内閣。の。行政、あ、三権分立のうちの立法を担うこと？立法とはって書けばいいのかな。でかくじゃん。でいいのかな。わかんないよ。正解はピンポン。越後製じゃあ国会の機能とは？役割と機能の違いって何さ。衆議院と参議院ですかね。これな気がするぞ。おせんべい。ピンポン。書いてあるここに任意性。6つ？なんだと？歴史です。あー疲れた、疲れたんご。お尻が痛くなってきた。かほちゃんの歴史？
おうちゃんのお尻は人生かって変態か芝生があるよ、私の部屋に。芝生に座ってる。なんかぬいぐるみが多すぎて、いやー何も見えないけど、多すぎて邪魔だなって思った最近。めっちゃあるじゃん、なんかやること。国会、国会って大変だ。国会議事堂に一回入ったことあるんですよ、私。権限、任意性って必要あるのかな。うん、難しいですね。内閣の法律案提出権。目が、そう、難しい。でもあんまり言えないじゃないですか、あれが出る、これが出る。あとちょっとです、あとちょっとで一区切りつく。40分ぐらいになったらランキング読めますね。ショールーム楽しいですか？すごいなんかあれだけど、ねじれ国会、ねじれとるじゃん。国会の役割、国会の役割。
任意性は国会の組織って書いて、そう言ってる？国会って何ですか？そもそも。会議ですか？団体ですか？団体かな？国、国民の代わりに集まって話し合いをするすることですか、する団体ですか。わかんないや、団体ではない、することですか。常にあるわけではない。内閣は？裁判所は常にあるじゃないですか。そういうこと考えちゃうからダメなんですよね。ただそういうことなのねって理解すればいいのに、なんか無駄なことばっか考えちゃうから進まないんですよ。はあ、やめたやめた、考えるのやめだ。常にある。うわー眠いよ。わからぬ。
もう無理だ。ね、そうだよね、タイのためだもん。そうだそうだ、私は理系だ。残りはもうショールームで。でもこれだけ書けました。少ないかな、じゃーん。だからまあなんとか良いのでは。はあ、新しいページを、過去なんかどうだっていい。 NLB さんの曲なら。なんだろう、ピーク。私やりたかった愛のルール一回ぐらい。なんか最近聞いてなんか楽しい曲だなって思った。20センチってどれくらいですか？これぐらいだ。ああでもそっか、今日公開ですよね確か。見たかった。あ、そう、それだ。なんか全部終わったら見に行こうって思ったやつ。あれって3D あるんですか？見たい。 3D 本当だ。1万人突破ありがとうございまし た。うん、なんかそうね、ショールームは意外とはかどるかもしれない。なんかあれの時に気がやる気を失った時に勉強配信とかだと、やるかもしれない。意外とまあいいかってやらなさそうな気もするけど、はかどってる。私の中で今日これを終わらせたかったんですよ一応。で明日握手会の前に1個やってって感じです。前髪切ろうかな、重たいよねこれ絶対。そうめん食べる今日。そうめんそうめんそうめん。
寝ちゃいそう終わったら。何ゲーム、何デザイア、この毛がなんかもう長さがバラバラです。はい、ランキングを読みます。1位、森地さん、ありがとうございます。2位、あ、そうなんですよ、パチバン、ゼブレンジェルのパチバン10万回再生いって、見てくださった方ありがとうございます。ありがとうございます。やったね、やった。2位、タイラさん、ありがとうございます。3位、カホラさん、ありがとうございます。4位、マー君、ありがとうございます。5位、タマさん、ありがとうございます。6位、ハローさん、ありがとうございます。ハワイとか多分行けないですね。7位、ダイブンさん、ありがとうございます。8位、魚のひろさん、ありがとうございます。9位、おぐりちゅんさん、ありがとうございます。10位、新車 RPT さん、ありがとうございます。11位、死んだらどうなるんですかさん、ありがとうございます。12位、ヒロキングさん、ありがとうございます。13位、コットンカラーさん、ありがとうございます。ありがとうございました。そう、終わってそうめん食べて、もうちょっとこれをノートをまとめて寝ます。明日握手会です。21連だったかな、2連だったかな、6、7、8部です。またね。22 22、また後でツイートします。22だって。バイバイ。